はい、本日はアメリカの2大アウトドア向けブランド、アメリカ製のアウトドアウクレレと、マジックフルークのフリーウクレレですね。どちらも樹脂を使ったアメリカ製ウクレレというのが特徴です。ちょっと弾き比べしてみましょう。アメリカ製の、元祖と言われるのはやっぱりこっちのマジックフルークのフリーウクレレですね。もう発売されてから20年ぐらい経ちますかね。バックは ABS 樹脂です。で、指板ブリッジはポリカーボネート、これもねプラスチックですね。ネックは木を使ってます。あとトップも木を使ってます。に対しまして、先に説明だけしましょう。アウトドアウクレレ、これは比較的最近出てきたブランドですね。アメリカのこれはもう全部ポリカーボネートでできてます。ブリッジもポリカーボネート、サドルももちろんポリカーボネートで、ネックもポリカーボネート、しかもネックの中も空っぽです。ここ全部つながってますので、もう全体でなるというのが特徴ですね。ペグだけ唯一、まあ、金属パーツを使っているという感じですね。ナットもポリカーボネートも完全に一体型で作られてますんで、正直作るのはすごい簡単でしょうね。というウクレレ、どちらがどういう特徴があるかというのをちょっと引き比べて検証したいなと思います。まずじゃあ初代マジックフルークからいきましょう。有名なのはこのフリーっていうタイプとフルークと呼ばれる下が三角形になっているタイプあります。どちらも下が真っ平らなので机に置けます。置くのに非常に楽ですので、まあアウトドアなんかではそういったのもいいのかもしれませんが、まあ寝かしておいてる、今最近はね安くでスタンドも売ってますんで、そんな形で持ち運びしてもいいのかなと思います。まあ、こちらはネックだったりトップ板には木を使ってますので、その分ウッディな鳴りがするんでしょうかね。全体でなってるっていうのが、まあ、ネック触ってても感じますが、どうしても全部樹脂でプラスチックですね。音は軽いですよね。木に比べたら音量が少ないかと言われると、音量は十分あるかなという気はします。に対してやはり、トップ板ネックに木を使ってればね、ちょっとあったかいウッディな感じはしますね。音量だけで言うとアウトドアウクレレの方があるかもしれませんね。ちなみに、普通のウクレレも一回ね比べてみましょう。マナのソプラノウクレレですね。これはオールハワイアンコアのウクレレです。ハワイ製オールハワイコア、ハワイアンコア単板でラッカー塗装、ちょっとチューニング狂ってきましたのでチューニングします。全然ね違いますね。
ール短板のラッカーとそのハワイアンコアのウクレレが、まあもちろんいいにはいいんですが、どうしてもやはりラッカーっていうのはね、汗、あとはアルコールにも弱いですので、ね、ビールかけちゃったりするとそこだけ溶けてきます。でもちろん柔らかいですので傷もつきやすいですね。でもちろん湿度にも弱いですので、外持ってって中持ってって、あるいは雨で濡れてとかすると変形したり割れ起こったりねしますんで、あんまり外でガシガシ敷くっていうのはおすすめできないんですが、その点この、マジックフルークあるいはアウトドアウクレレっていうのは、特にもうアウトドアウクレレはもう完全にもうね外専用ですね。最近カラカラもねもう全部オールプラスチックのウクレレっていうのは出てますし、中国ブランドでもね最近まあ全部樹脂でできたブランドっていうのが出てきてますが、その中でもこのアウトドアウクレレはまあプラスチックウクレレの中ではちゃんと音量が本家のウクレレ、本物のウクレレと同じ分同じぐらいは出ます。意外と外持っていくとね、音っていうのは、どうしても吸われて消えちゃいますので、結構大きい音量を出したいとこなんですけど、その点アウトドアウクレレはまあ十分、普通のウクレレと同じくらい出ますんでおすすめかなと思います。まあこれの、コンサートウクレレ、テナウクレレも出てますんでね、ありかなと思います。まあこのマジックフルークウクレレもね非常にいいんですけど、まあ値段もどちらも手頃ですので、まあ本家アメリカ製のウクレレで、まあどっちがいいっていうのはもう一概に言い切れませんけど、これもおすすめかなと思います。ハワイに行くとねこれもまだまだたくさん並んでます。日本では最近は、代理店がなくなっちゃったんでお目にかかる機会は減ってきましたけどもね、まあ、これも一つのアウトドア用あるいはまあ練習用のウクレレとして候補に入れといてもいいんじゃないかなと思います。私も一本車の中にねアウトドアウクレレを一本置きっぱにしてます。これとはまた別のですけどね、まあそんな感じで、管理もそこまで手間かかりませんので、そういった意味でもおすすめかなと。マジックフルークはトップ、基本的に合板を使ってるモデルが大半です。これはまあ、コアの短板というちょっと特殊なモデルだったんですけど、まあどちらもソプラノということで音量の比較がしやすいかなという形でこちらをチョイスさせていただきました。どうしても短板を使ってるとね、そういった割れとか湿度の管理とかっていうのが、ね、ネックになってきますんで、外では、ね、置きっぱなしっていうのは非常に危険ですので、2大アメリカアウトドア向けブランドを今日は比較させていただきました。ご購入の参考にしていただければと思います。それではまた。